い、こんにちは、レトスの大野です。試験日まであと7ヶ月半ほどしかないので、合格するためには今すぐ丸暗記学習から理解学習に変える必要があります。実際昨年合格した方から以下のようなメールをいただきました。私自身もそのメールを見てまさにその通りだなと思ったので、それを共有させていただきます。どんなメールの内容だったかというと、法令上の制限は暗記科目、法令上の制限は数字が重要、これは昔の話、数字だけ覚えてもほとんど点数に結びつきません、今の宅建試験は数字よりも重要なものがあります。そう考えますと今の宅建試験は脱暗記ではないかと私は思うのですが、はてなというふうなメールでした。もうこれまさしくそうですね。もう今の宅建試験っていうのは脱暗記だと私も思います。近年の試験では基本的な知識を頭に入れた上で、それを使えるようにする応用力っていうのが必要になってきてるんですね。ただ実際学校とか通信講座を受講しても、その講義の中で考え方や理解の仕方まで伝えていない場合がもうほとんどなので、応用力がつかないんですね。なのでもう自分自身でもう調べて、自分自身で考え方とか理解の仕方まで勉強していかないといけない状況になってるんですよ。ただ一方で弊社レトスの個別指導では、応用力までつけていただけるように考え方とか理解の仕方までお伝えをしております。毎日3問を解いていただいているあなたであれば、弊社レトスが理解学習を行っていることは分かっていただいていると思います。今であればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年絶対合格しましょう。そして個別指導の現在の割引価格は今日の24時までとなっております。今日の24時を過ぎてしまうと個別指導値上げとなってしまいますので、その点ご注意ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます。校区には所有権及び抵当権に関する事項が、お地区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは×ですね。そもそも登記記録、登本とか登記事項証明書ですねには表題部と権利部に分かれています。表題部と権利部に分かれています。で、表題部っていうのは不動産の所在地とか地目、地籍などの物理的な状況が記載されている部分です。一方、権利部は所有権や抵当権などの権利の内容が記載された部分なんですね。そして権利部っていうのは校区とお地区に分かれています。で、校区には所有権に関する事項、つまり所有権移転登記とか差し押さえなどが記載されていて、お地区には所有権以外に関する事項、つまり抵当権などが記載されています。そして今言った内容を登記記録で確認すると、まず表題部と権利部に分かれますよね。で、表題部は例えば所在とか地盤とか地目とか地籍とか、これ物理的な状況ですよね、が記載されていて、権利部、これ2つに分かれるんですけども、権利部は権利に関する内容、所有権とか抵当権とかですね。で、権利部も2つに分かれて、校区とお地区に分かれると。で、校区は所有権に関する内容、所有権の、これ合併による所有権の登記、ちょっと珍しいですけども、まあ所有権の登記ですよね。あとこれ所有権の移転登記ですよね。つまりこれ所有権の登記に関する内容です。で、こっちが抵当権、いわゆる所有権以外の内容なんですね。お地区には所有権以外の内容、まあここにもね、細かくちょっと見づらいかもしれないんですけども書いてあります。所有権以外の権利に関する事項、これがお地区なんですよ。で、これを前提に問題文を見ると、校区には所有権及び抵当権に関する事項が記載されているって書いてあるので、これが誤りなんですよね。校区には所有権の記載ありますけれども、抵当権っていうのは校区にあるんじゃなくて、お地区にあるんですよね。よって誤りとなります。で、問2です。法人の役員のうちに、私文書偽造等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合、当該法人は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる、丸か×かという問題です。これ答え×ですね。役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても免許の欠格には当たらないんですね。つまり5年を待たずに免許を受けることができます。役員とか支店長などの政令使用人、政令で定める使用人が宅建業法違反だったりとか暴力行為、
これによって罰金刑に処せられた場合っていうのは、免許の欠格に該当するんですね。したがってその法人も刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができないです。まあ、しかし今回っていうのは、宅建業法違反とか暴力行為ではなくて、私文書偽造が原因の罰金刑ですよね。なので、結核には当たらないから、5年を待たずに免許を受けることができる。よって罰になるということになります。で、これ間違いやすい部分なんで、個別指導では動画を使って解説します。動画を使って、細かく解説するってことですね。なので、受講者様は、受講者専用のメルマガからご確認ください。で、問3ですね。注視区域または監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで、土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。無効ではなくて有効なんですね。注視区域または監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで、土地の売買契約を締結した場合、届け出しなかったとしても契約は有効なんですね。ただ、罰則の適用はあります。6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金ですね。で、今回は、注視区域とか監視区域なんで、事前届での話なんですが、注視区域や監視区域じゃない土地の場合、事後届出が必要な場合ってありますね。で、事後届出が必要な場合も一緒です。届出をしなかったとしても契約は有効です。ただ届出をしなかったことによる罰則の適用はあります。なのでこの点も合わせて頭に入れておきましょう。そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと数時間となりました。現在の割引価格は今日の24時までです。今日の24時を過ぎたら値上げとなってしまいますのでご注意ください。今から理解学習を実践できれば、今年の合格に十分間に合います。もしあなた自身、理解学習を実践するのが難しいな、そう思うのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。